S マスターとはソニーが開発したフルデジタルアンプの商標である。正式名称はストリームマスターデジタルアンプである。S マスターはソニーが長年にわたり蓄積した DA 変換技術を発展させ開発された技術である。音声信号をフルデジタルで処理することができる。S マスターは音の歪みや音質の劣化、変換時に生じるノイズを最小に抑え、 原音を忠実に再生することができる。また、S マスターは、アナログアンプと異なり、音声信号の波形を高速でサンプリングして、音声をデータ化した後で増幅、再びアナログの信号に戻すために、電力効率が良く、小型化しても、音質の劣化が少ないのが特徴である。性能、24ビット、96KHZ 高い、時間軸精度を持った。 オーディオパルスを生成する S マスタープロセスとオーディオパルスの電力増幅をするオーディオパルスドライバーに対別される S マスターではアンプの小型化が可能で複数の S マスターを組み込むことでマルチチャンネルにも対応している以下の特徴を持つ性能32ビット 192KHZ 以上のようにフルデジタルアンプとしては 非常に優れたシステムであるが他のデジタルアンプと同様にデジタルアンプ特有の問題点を抱えたままとなっていた S マスタープロでは以下に挙げる機能の追加とデジタルアンプ特有の問題点を解決することを目指して開発された S マスターをモバイル機器用にさらに進化させ音声信号をフルデジタル処理する際のプロセスをさらに最適化することで 従来よりも歪みやノイズを低減し、小音量から大音量までディテールを維持した高音質を実現している。また、迫力ある低音のエネルギー感、スピード感を余すところなく再現しながらも、繊細な空気感までリアルに再現し、臨場感あふれる音を実現している。2013年12月発表のウォークマン M シリーズにて改良された S マスター。 MX が搭載された。後述の S マスター HX と同じく電源を左右政府の4つを独立させ、カップリングコンデンサーも廃止し、引く電源を追加することにより左右の音の相互干渉も軽減され、ステレオ感がさらに強調されるようになった。性能24ビット 192KHz、32ビット 384kHz、 DSD11.2MHz、32bit 768kHz、DSD22.4MHz、S マスター MX をフラックなどのハイレゾ音源に対応させたフルデジタルアンプ。S マスター駆動用に引く電源を追加していて、左右それぞれにの計4つの電源が搭載されている。そのため、カップリングコンデンサを省くことができ、定期の減衰を軽減した。 2016年10月発表のウォークマン WM1 シリーズや A30 シリーズには大幅に進化された CXD3778GF が搭載されヘッドホン出力の向上や DSD ネイティブ再生 WM ポートからの DSD ネイティブ出力ができるようになった。さらに ES の称号を冠した WM ポート接続端子を備え ウォークマン WM1 シリーズの母艦としても、対応できる据え置き USBDAC、内蔵ヘッドフォンアンプも同時に発売された。こちらに搭載される S マスター HX は、据え置きという環境を活かし DA ハイブリッドという、デジタル増幅出力とアナログ増幅出力を、差分合成して出力する形式をとっている。デジタル増幅部は、従来形式を継承し、 デジタル演算部に、ソックではなくフップがを使い、アナログ増幅部にアナログアンプを新たに搭載し、構成されている。ありがとうございます。